この袖を、まあ、握っちゃってこっちの釣り手が上に来てるんですけど、その上にある釣り手をこの手に巻き込みながら手前の足に、引っ掛けます。引っ掛けると同時に自分の体ですね、体がこう突っ込んでるとこれ倒れにくいですね。なので自分の体は相手にこう寄せる感じで腰を落とす感じで、ね、腰が曲がらないように寄るような感じですね。で寄った時も、基本的にこう相手の後ろ隅っていうのはこう斜め隅っこの隅で四隅の斜め後ろに自分が寄るようにしてくっつきます。でこのままさっき、足をこう伸ばしたと思うんですけど、ね、足を伸ばしきってそのまま